はい、本日のお昼ご飯は、出前でございます。大戸屋のハンバーグ弁当となんかです。いただきます。はい、はい、それではいただきます。いただきます。いつもすいませんね、ごちそうさま。いえいえ、今日はもう手抜きですよ。もう完全にお休みなんでね。完全にお休み。もう何もしない。ずっとポケモンやろうと思って。すごいことだね。食べていいよ。なんか酢豚みたいな感じ。野菜多め、そっちの方が。はい、いただきます。どうぞどうぞ。硬い？そうでもない。そうでもない。火通ってんな。それ火通ってるさ。お店が作るものだもん。今度15にテレビ出るじゃんか。いや、その何、誰かも言ったってさっき言ってたけど、収録したのが1月なのよ。1月の前半ぐらいなのね。だからさ、その時にテレビ出ますって言ってもさ、2月の15まで1ヶ月以上あるわけじゃん。そしたら中にはさ、こいつ目立ちたくて嘘ついてんじゃねえかっていうやつを見てさ、テレビ出ますって言ってこいつ結局出ねえじゃねえか、注目だけ浴びてみたいな感じで思ってる人もいたんだって。俺が嘘ついてるって。嘘ついてるって？テレビ出ますって。出ねえじゃねえかっていうか、目立ちせえだけでそう言ってんじゃねえかって。そんなこと言ってたらさ、今度もう一個決まったのテレビ。じいちゃん、もう一個テレビ決まった。もう一回出んの？もう一回違うの出る。いつ？それはまた先、また またそれも3月なんだけど、また出ねえんじゃねえか。3月？そう、また出ねえんじゃねえかって。収録は来週ぐらいで。まだ収録してないの？よっ、ちょっとお話だけでよろしいですか？すいません、お邪魔してよろしいですか？失礼します。すいません、突然。はい、そう。江戸先かぼちゃっていう。あ、はいはいはい。有名な。かぼちゃのシーンを、今から。あ、二人で。タルタルソースで。お話を伺ったのは、タルタルソース。食いつけんの？そう、つけてもいいよ。つけたら美味しいよ。こちらで栽培しているのは江戸崎かぼちゃ。一玉1000円以上もする稲敷のオリジナルブランドです。夏に完熟する江戸崎かぼちゃは冬場に苗を育てているんだそうです。今からお昼ご飯テレビ東京の昼飯食べという番組で、ちょっと狙いがありまして、あなたのご飯を見せてください。宮古に出ましょうんですね。何が宮古？なんて収縮テレビ出るやって、見てるやって。どうなってるのかね。そんな大活躍まではしてないけど、映ってるやつってかな。こんにちは。面白いこと一つも言ってないけど。面白くないの？面白くないとか、いや面白いよ。めちゃくちゃ面白いんだけど、番組自体は、俺自体はそんなに。貴様の恵子さんと一緒に暮らす長女の美津子さんです。これめっちゃ美味しい。いや、まさかこの辺に来るとは思わなかったよね。うん、できれば
前に美穂の方美穂がやりましたよね。去年の1月。じゃあこのハンバーグ食ってみろ。このハンバーグ。いい味ですな。美味しいよねこれね。どっちの方ですか。村松さん。村松さんって言って女の子。こちらがその村松さん。うん、去年の1月、稲敷市のお隣、美穂村にご飯調査に行った際、お昼を見せていただきました。実はお二人、高校時代の同級生。今もたまに食事に行く間柄なんだそうです。奇遇ですね。今日は隣に住む長男夫婦と晩ご飯を食べるそうなので、ハンバーグ食ってみよう。ハンバーグすごい柔らかくて美味しいから。すいません、お待たせいたしました、はい、じゃあ夜、うん、6時、ジューシーだよ、まあ、ねえこれ何だ、これソース、ありがとうございます、うん、あれでも使わないでいいよ。もう交渉成立、ありがとうございます。午後5時、晩ご飯を準備するために長男夫婦のご自宅へ。一緒にここで食べることもあるんですか。はい、時々ね、お誕生日とか、ああ、なるほど、お願いします。お願いします。ひと玉1000円。美味しいな。うん、美味しい。美味しい。うん、はい、そうです。よかった。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。美味しいね、大戸屋は。長男の俊幸さんは6年前に同じ敷地に家を建て、現在は奥様と2人のお子さんと暮らしています。すごい立派な綺麗なお宅ですね。でも、おじいちゃんとおばあちゃんが美味しい野菜とかね、甘さ際立つ高級江戸崎かぼちゃの贅沢スープ。この日の晩ご飯は奥様が担当。まずは玉ねぎをバターで炒めていきます。江戸崎かぼちゃ。この日は1玉1000円もする江戸崎かぼちゃを半分も使って贅沢なスープを作ります。さすがは江戸崎かぼちゃ、高級なので冷凍して1年中楽しむんだとか。牛乳と砂糖を入れ、丁寧にすりつぶしたら、パンプキンスープの出来上がり。ご主人お酒飲むんですか。飲みません。あ、だからこれです。あ、みてぇな。そうですね。この後、稲敷のもう一つの名物、レンコンを使った丸々焼きが登場。ジャパネット。皆さん、今回は身だしなみにこちら、日立のシェーバー S ブレードを期間限定特別価格でお持ちしました。日立とジャパネットが共同開発をして作りました。とにかく肌に優しくてよく使うシェーバーです。ポイントは何といってもここ、4枚刃なんです。日立の肌の4枚刃はよく剃れるんです。まずは中央のトリマー刃、三加工のトリマー刃によって寝ているひげ、伏せひげを残さずカットしていきます。さらにマルチキャッチ網はなんと37種類の網刃で寝たひげや伏せひげをカットできる。さまざまな方向に向いたひげも一網打尽にカットすることができる。すごいでしょう。そして1枚ずつ独立した4枚刃は 3D 構造です。複雑な顎のラインもピタッとフィット、より早ずに片取りができるという。さらにじいちゃん残すだろうなと思って、ご飯どっちも少なめにしたんだ。いつでも清潔な新品のようなスタイルなんです。うん、真っ赤。さあ、あとは俺なんですよね。こちらでございます。本体しかないんです。こちらなんと6000円の純正替え刃、最初からお付けして15,980円。
さあ、ここ寿司だね。十分お得なんですが、期間限定、なんと今なら6000円引きして9980円。あ、間違えた、ごめん。これ6000円の純正会話も一緒で10000切るんですよ。お安いでしょ。さあ、フリーダイヤルは0120-441-442 番、お電話お急ぎくださいね。さあ、この台とかでお電話いただきながら実際にこの競馬体感いただきました。ご覧ください。おすごい、漬物がある弁当はいいわな。食い応えがある。しかし今日天気いいね。洗濯物干したん？洗濯物干したん？洗濯物やってないよ。わかんない。今日やってないんだよ。うん。一回ちゃんと呼吸してから。じいちゃん待って待って、一回深呼吸してから飲んだ方がいいの。はい、一回深呼吸、はい、一回落ち着いて。そうそう、そうなるから絶対。すぐ水飲んじゃう、じいちゃんすぐ水飲んじゃったりとかすると便のこっち側見てる、こっち側に行っちゃう場合もあるのよ。一回落ち着いて呼吸、深呼吸だから一回落ち着いてから体調が悪いと感じたら外出を控え、検査や受診をお願いします。お茶はどうだい、美味しいかい。クラスターの発生につながる恐れがあります。ゆっくりね、ゆっくりで。また会食はできるだけ少人数で、大声、時間を避けて、皆さん一緒に取り組んでいきましょう。茨城県稲敷市農家の篠崎さん家のご飯を調査中。こちらが篠崎さん家の本日の晩ご飯。呼吸しづらいなとか、じいちゃんちょっとこっち向いて、呼吸しづらいなとか息がちょっと続かないなと思ったら、全部食べたり飲んだりするの一回やめて、ちょっとこうやってゆっくりするの、背筋伸ばして。そう、自家菜園で栽培した株はひき肉のあんをかけて、ちょっと落ち着いてから食べ始めるのさ。急がなくていいんだから、誰もじいちゃんの味噌汁取らないんだから。なんつったの今。じゃがいも、大根かな。大根、芋、芋か。おばあちゃんの味付けはどうですか。これ食べるよ。分かってる。カブのあんかけのお味は？何回も言わないで。美味しいです。味がしみて。ご好意でスタッフのご評判に預かります。じゃあいただきます。はい、うん、甘い、甘いですね。他のかぼちゃスープと比べてすっきりしてる感じがしますね。甘みがスーッと抜けてる感じで。これ何？食べるの？うん。
ごちそうさましたんじゃないの。ごちそうさま全然。食べるの食べてじゃん。食っちゃうから。おかずだ。俺はもう食えない。俺はもうこれでお腹いっぱい。これも食わない方がいいかな。うん、うまいね。後で食おう。こちらお店ですか。お店の方で、ちょっとこの何屋さん。あ、やめ。ちょっとお話伺っても大丈夫ですか。ここの名物って何なんだ。食べる。うまい。まあ、最近だと言うと、江戸先かぼちゃっていうのがありますね。あ、かぼちゃありますね。そうです。あ、ちょっと中、見てもいいですか。すいません。テレビ東京の昼飯旅です。突然すいません。テレビ東京の昼飯旅という番組で、すいません。偶然今、お店の上で奥様に出会いました。お邪魔したのは創業165年の和菓子屋さん。こちら、6代目ご主人。和菓子屋さんなのに〇〇も販売だって。ロールケーキ。早いな。お父さんの代になってから地元の卵の美味しさを知ってもらおうと、なるほどね、洋菓子も作るようになったそうです。お店の一番のおすすめは江戸崎かぼちゃを使ったかぼちゃ。疲れるな。サクッとしたパイ生地の中にまろやかで上品な。今日はもう一日一日ぐっすりしよう。一日寝てぐっすり寝て疲れるね。昨日は朝7時ぐらいまで起きてたのかな。朝は、うん、ずっと仕事してた。それだ。例えば夜ご飯とか、はい、ゆっくりしよう、ゆっくり。晩ご飯を作るのは東郷さんの奥様、智子さんです。作れるものしか作らないですよ。これ何屋さん？ケーキ屋さん。和菓子屋さんだって。和菓子屋さんなのにロールケーキを作るんだって。ありがとうございます。午後7時半、ザお店の裏にあるご自宅へ。店舗がじゃ長いですね、工場がね。そうです、奥行きがかなり。みんないい家、ほんとに。すいません、お邪魔いたします。失礼します。現在、東郷さんご夫婦は二人の娘さんとお母様の五人暮らし。おめでとうさん、すいません、ありがとうございました。で、こちらがお集まりになってるの。主人の妹。食ったなぁ。さあ、こんばんは、よろしくお願いします。この日は近所に住む東郷さんの。みんな若いよね、こう元気な人たちは。年齢に見えない。稲敷の特産、福島レンコンの丸々焼き。レンコンの丸々焼き。レンコンの丸々。あ、そうですよ、福島レンコンです。この日は地元の特産、浮島レンコンを使って一品。トマトって言えないねな。だね、だね、トマトやめた。ごちそうさん。やっぱ残ってると食えちゃうと思うけど、食わないでいいんだよ。ごちそうさん。ごちそうさん。美味しかった。うまかったね。パンに溶けるタイプのチーズを置いたら、その上にレンコンを乗せていきます。こう。ご主人おかげでも。
もう痛くないの、ここ痛くないの、こうちゃんとこう行ってないけど、痛くないの。両面に焼き色がついたら、レンコンのチーズ焼きの出来上がり。冷て。冷たいな。本日の晩ご飯。シャキシャキ食感のレンコンのチーズ焼き。肌ツツのね。肌がツヤツヤだ。レンコンと鶏肉の煮物。ヒゲがねえからいいんだよ。うん、ヒゲ全然入らないよな。ヒゲが入んなくなっちゃったな。昔入ってたじゃん、だって。だからヒゲそんなくてもいいよ。なあ、ツルツルだね、うん。なんでこんなになっちゃったんだろう。確かに。今までずっと入ってたんだけどな。うん、なんだここんとこ入ってねえんだろ。ここと全く入ってないよ。ここ入ってたのか、うん、少し入ってるけど、まあ、ここな、ここんとこな、うん、皆さんご視聴ありがとうございました。いや本当にうちのおじいちゃん元気ですよね。なぜこんな元気なのか、何を食べたらこんな長生きできるのか、身長は何センチなんだ、おばあちゃんの馴れ初めは一体何時に寝て何時に起きてるんだ、気になりますよね。すべて細かい質問は、概要欄の方で Q&A としてお答えさせていただいております。なんでそもそも2人暮らしになったのか、おじいちゃん YouTube に反対なのか賛成なのか、もろもろ答えておりますので、ぜひとも概要欄の方チェックしてみてください。いろんな動画も載せておりますので、ぜひともよろしくお願いします。そして最後に高評価と、チャンネル登録お願いします。おー、やったなー、すごいじゃん。おう、パン、パン、そう、あっ、おー、パン、まだ出ないの、ぎゅー、あ、やったー、そう、パン、パン、ひじに見せてあげて、おー、きれい。